孔母。孔母、亀公馬鹿、孔公馬鹿、法音、カーミナクー馬鹿は、墓室の屋根が孔公型をした沖縄県に多く見られる墓様式。琉球王国時代は、母父母、玉良が代表霊と共に氏族のみに許された墓であったが、廃藩置県以後は、庶民の間でも、急速に普及した。戦後は仮葬の普及と共に、 より小型の家建墓に主流が移っている。沖縄では、日本本土にあるような投資規模、四角中継の石の墓、大和墓とも呼ばれるは、本土復帰後に新たに建てられたものを除いて、ほとんど見られない。沖縄では、戦史時代から、天然の洞窟、釜や岩陰、あるいは崖、パンタに遺体を運んで風奏にするのが、主流の創生であった。広大になると、 斜面や岩盤に人工的に横穴を掘り、その入り口を石積みや漆喰で塞ぐ形式の横穴墓が登場する。この形式は掘り込み墓と呼ばれる。16世紀になると、この掘り込み墓の正面をさらに切り石で装飾した、ハフボと呼ばれる家型の王族墓が登場する。玉陵、1501年はその代表例である。士族は、 ハフボよりも少し平坦に崩した形式の平吹き墓、法音、平淵バーであった。最も大掛かりな墓は、王子族や豪族、有力者に限られ平民は、琉球王国時代に入っても、風葬や横墓が主流であった。亀甲母はこの掘り込み墓の正面屋根を亀甲型に装飾した墓のことで、ハフボと外観は異なるが、構造的にはよく似ている。 墓の全部に祭取を行うための墓庭を設けてその周りを一生、石垣でみ、墓庭の正面奥には複数の倉国旗、土亀を収めることができる墓室を設ける。沖縄では伝統的に個人墓は稀で、吉香母も大抵は家族墓か門中墓のいずれかである。吉香母の起源は中国南部から伝わった当墓であると言われる。例えば福建省や台湾には、 木工型をした木工墓によく似た形式の墓がある。最も常実の通り、沖縄の伝統的な母性は、門中母、家族墓が主流であるが、中国のそれは、個人墓が主流である。近年は、家族墓も増えている。また、一般に、母室は設けず、蔵国旗は地中に埋葬し、墳丘部の正面に墓牌、墓碑を立てるなどの点も木工墓とは異なっている。 それゆえ、吉光ボは中国南部から伝えられた墓様式に沖縄の伝統的な母性が融合して独自に発展を遂げたものであると言える。吉光ボの素形にあたる墓としては、羽地長州の墓や玉木朝、薫の墓などが知られている。これらの墓は屋根が吉光型ではなくかまぼこ形をしており、薄、うしや袖石、すり石などキッコ光ボに、 典型的な装飾的要素をいくつか抱いてはいるが、全体的なシルエットは、菊公母に似ている。羽地長州の墓、羽地五天の墓は、父、友康の代に、国王から配慮したもので、当初は、掘り込み墓であったが後に、現在の菊公母に似た形に改修された。玉木朝、香オの墓は正確には、向井氏遍変土名伝内の歴代墓で、 ヘンドメーカーの歴代当主とその家族が葬られている。元々の玉木朝、カオルの墓は、個人墓、通称一つ墓として別にあったが、明治以降に、現在の墓に合葬されたとみられる。発掘調査で玉木朝、カオルの寿司紙が見つかっている。戦争で、上半分が破壊されたが近年修復され、王子の姿によみがえった。17世紀後半になると、吉光母が、 沖縄で作られるようになる。現存する最古の墓は、五三丸の墓、1686年や家5天母、1687年が知られている。いずれが最古であるかは文献によって意が分かれる。五三丸の墓、申し富城区殿内の墓は、もともとあった墓が崩壊したため、1686年に、現在の墓に作り直した。 ここには七世位までの当時が葬られ、八世以降は、式名簿、那覇式名に葬られている。家御天母は、亡命中国人の大老こと層と黒、層と黒、チャンタールが風水を見て設計したと言われている。後年作られる、他の御天母に比べると規模、幅約十一メートル、奥行き約十七メートルは小さいが、貧噴、屏風、墓庭内に設けられた邪気を防ぐ。 石垣米を書く以外は、吉光墓の主要素をすべて備えてる。家御天墓は、沖縄戦で一部破壊されたが、戦後修復された。その後18世紀に入りこの形の吉光墓が、御天や殿の内といった、大氏族の間で大流行した。初期の吉光墓としては、他に、串川御天の墓が旧西、亡き人味長期、1667年から1724年。 の時代に作られたことが、家父の記録にあり、また、宜野湾御殿の墓、1738年増母、元は、串上御殿一世、五六王子長期の墓も、増母年代の古い喫公墓として知られている。宜野湾御殿の墓は、沖縄戦で被害を受けたが戦後修復された。墓本体は幅約12メートル、奥行き約23メートルといえ五天墓より、大型化している。 低めの貧粉を備え、母室屋根の眉のそりは緩やかで優美な曲線を描き、18世紀前半の気候墓の典型を示している。明治時代に、串上御殿より、宜野湾御殿へ売却された。近年、米軍から敷地が開放された、伊勢名殿内の墓、史跡、メカル墓石群の一つは、殿内クラスの墓でありながら、南北約30メートル、 東西、約22メートルと、宜野湾御殿の墓よりさらに大型化している、面積比で、家御殿墓の3倍以上。造母年は不明であるが、様式から18世紀まで遡る、可能性が指摘されている。他に同じく正確な造母年は不明ながら、18世紀末から19世紀にかけて建造されたと推定される、浦添御殿の墓や、読谷山御殿の墓も、 規模の大きな菊工母として知られている。久米村氏族の菊工母は、大ね首里氏族と同様であるが、中には、漁師にお墓の墓図にあるように、眉や袖石は菊工母と同じだが、牛が四つあり墓庭の形が、中国式墳墓,墓の新種、袖書きそのまま取り入れたようなものも存在した。この墓は、那覇若佐町の森堂院の後ろにあった。地方では、 久米島にある中村屋、屋号、山根の小港松原墓が1718年に造墓されている。この墓は、西恩、当時、末吉親雲城が1716年、中国へ行く途中暴風のために、久米島に立ち寄り、風水を見て、墓地を剪定したことが、墓碑に記されている。眉の下に、たるがついた珍しいタイプの木工墓で、朱里、 中から石膏を呼び寄せて作ったらしく、身分は平民、百姓とはいえ代々自当代、村長を務めてきた地方の名家の財力が忍ばれる。吉光墓は当初は規模に制限がなく、次第に巨大化していったので、1735年、墓地の広さが制限され、氏族は十二間角、約二十三点六メートル角、約五百五十八平方メートル、約百六十九坪。 平民は六間角、約11.8メートル角、約140平方メートル、約42坪と定められた。また当初は平民、夫児童など地方役人の家柄にも建造が許されていたが、後に氏族のみに制限された。1879年の廃藩治県以後、庶民にも亀甲坊を作ることが許されるようになった。王朝時代、 喫酵ボは士族のみに許された特権であったので、庶民には憧れの的であった。それゆえ、明治中期から大正、昭和初期にかけて、喫酵ボは数多く作られた。地方に作られた喫酵ボは、概ねこの時期のものである。沖縄戦では、首里、中にあった多くの喫酵ボが甚大な被害を被った。さらに戦後の1951年、 追い打ちをかけるように、那覇の辻原墓地、若狭町の広大な墓地群が、米軍の軍名により、撤去、合成理されてしまい、この時、喫光墓を含む多くの墓が失われてしまった。両墓地の総墓数は1700以上だったとされる。沖縄戦後は、仮葬の普及、本当都市部への人口集中や各家族化による、家族墓への需要増などから、より小型の家がたばか、 ヤフーアーバカへ人気が移ってきている。また、家族帽用の小型のキッコウボも販売されている。材質も伝統的な琉球石灰岩から建設が容易なコンクリートやブロック、また、メンテナンスのしやすさから、見影石も近年は人気である。片合や村落共同体による共同墓地も多い。本土復帰後は、墓の形にとらわれず小型の投資規模、山戸墓や、 琉球式の墓の上に、より小型の陶式墓標を乗せたものも見られる。旧来、先祖代々の土地にあった墓も、お山や手入れのために、各地や離島まで出かける必要があり、かつては、風葬墓、亀棺場か、土葬墓も多かったことから、墓を引き上げて、沖縄本島など、居住地に、小型の家型墓として移動させる例も多い。風土層の以外は、法令上も改めて仮想。 焼却する必要がある。もっとも王族や高級士族の大型のキッコーボは移動されず、現代も子孫により管理、母産が行われている。伊勢名玉両生名祭などが有名。キッコーボの伝統的な作り方は、基本的には、琉球石灰岩の丘の斜面を掘り込んで母室を作る、形式と霧石をアーチ状に積み上げて母室を作り、 その上に土砂をかぶせる形式の2種類がある。戦後は、コンクリート製等が主流である。墓の基本構成は、屋根、墓室、墓庭の3部門からなる。墓室正面の高さは9尺、約2.7メートル。墓室入り口は高さ3尺5寸、約1メートル。幅2尺2寸、約67センチメートルほどである。マジキナア沖縄千年市。 母室の中に大型の寿司亀、倉国旗を複数収納するスペースが必要なため、キッコーボの墓の母室内部の広さも畳にして4畳から大きい場合は8畳くらいある。母室の正面奥には、寿司亀を安置する石の棚が数段設けられている。また、母室の左右壁際にも、側棚、巣場棚と呼ばれる同様の棚が各一台がある。棚の手前。 すなわち、母室入って、すぐには、シルヒラシ、シルハラシドクマと呼ばれる棺を置くスペースがある。遺体を収めた棺が、母室に運び込まれると、ここに3から7年安置して、封想、一時想にし、その後仙骨して骨をずしがめに収めた名に安置する、二時想。死者が相次ぐと、1年ほどで、仙骨する場合もある。棚の正面中央には、 通常、子祖の寿司亀を安置する。その後は、小木の順に従って、二世、三世、四世、と子祖の寿司亀の左右に交互に安置する。ただし実際には、各門中、家ごとに、設置の仕方に沿い、例外もあり、この通りにならない場合もある。母室前にある墓には、墓沼は、生命祭の時など、門中が集まって男女は左右に分かれて座し、 持ち寄った重箱を広げて、食事をしたりするスペースとして活用される。ただし生命が、沖縄で始まったのは、キッコ光墓の出現より、約80年後の1768年。墓庭の入り口よりの方に、貧困、屏部と呼ばれる石垣塀を建てる場合もある。悪い風が直接墓室に当たらないように遮る、風水上の意味がある。 貧困は沖縄の伝統家屋にもよく見られる兵である。墓庭の周りは袖垣、杉ちと呼ばれる石垣で囲まれる。墓の各部名称は地域によって異なる。下記は一例。吉光墓は元来、破父母と共に士族のみに許された墓形式であったためか、沖縄本島でも主流、那覇を中心に中南部によく見られる。沖縄の伝統的な母性は、門中母。 家族母であるが、かつては、社会階層や地域、また、各門中ごとに、被葬者の資格が細かく決まっており、一様に定義、するのは難しい。首里、那覇の上流士族階層では、歴代当主とその室、あとは溶接した子女のみを葬る、本母、家族母と、側室や次男以下の兄弟が葬られる秋墓とが、区別される例があった。沖縄本島南部には、 高知原門中墓、赤ひぎ原門中墓のように、原と呼ばれる大門中の墓がある。ここには5400平方メートルの敷地に二門中、約5500人が葬られている。トー,ーと呼ばれる本墓はかつては、吉光墓であったが、1935年、昭和10年に現在見るような破布墓に改修された。トー,ーの内部は、白平支所と納骨所に分かれており、 シルヒラ師署には80歳以上の高齢で亡くなった者や功労のあった者が葬られる。個人母は沖縄では極めて例外的であるが、玉木親方朝、香るの一つ墓や亡き人アジアサ、アツシ、串川五点三世の津屋口墓、赤ん墓のような例があった。他にもアジシー、アジオ墓、神オ墓と呼ばれる祖先母と現在使用している。 モンチュ中墓との区別などもある。沖縄では、寿司亀、倉国旗は、母室に収めるが、台湾などでは小さな縦穴を掘り金とと呼ばれる、倉国旗をそこに収める、近年は、母室タイプも登場している。また、仙骨、重骨も、沖縄では、封装後に行うが、台湾では土装後に行われる。喫光墓の室内で寿司亀が満杯になってしまうと、 中山予感にある七聖星,星神七星昇神、すなわち死後七代目には必ず神になるという琉球神道の思想からその墓を塗り固めて閉じてしまい、神墓、神墓、方言、栗墓都市、新たな統制墓を建てるというのがかつての王氏族の習わしとなっていた。一方平民などの門中墓、共同墓などそういうわけにいかない場合には古いお骨から順に と呼ばれる区画に散骨し風化させ。逗子亀は処分する。これは本土墓の家老とに似ている。かつて古い時代は風争において洞穴墓の入り口を埋め固め神墓となっていた。神墓は特に古い時代のものは人里離れた。山中などにあり、管理する者がいなくなると廃絶したものも多いと考えられる。一方、子孫、鶏類、トナカなどが代々。廃所 癌として祭り次第に、島や国の民が多く、礼拝の対象とし、御嶽滝となったものも数多くある。古い時代のものは、味バカなどと呼ばれる。亀の甲羅状の屋根が覆う部分は、一説には、母の体内、そこから人が生まれてきた出生以前の体内を意味していると言われる。中国の易経の世界観では、人の一生が誕生以前の漆黒の闇を幻とし、青春。 青年期、種夏、早年期前期、白秋、早年期後期を経て、老い衰えて目も見えず、耳も聞こえなくなると、再び死の闇に戻る。これで、一生の縁管が閉じるのだが、この四つの季節に、方位の東西南北が当てられ、それぞれを四世家者が守護すると言われ、北の玄東、老年期に当てられているのが、伝説上の亀の一種、玄武であることから、 母体の中の闇の世界を亀の甲羅で覆ったのではないかと考えられる。古来日本列島全体に風葬の習慣があったが、沖縄県ではこの習慣がこの墓と融合し、死後数年間は遺骸を石室内に放置し、数年後に親族、特に長男の嫁で仙骨して、改めて図紙亀に納骨て墓室に収めることから、墓室内部は広く設けられている。近年では、 沖縄県でも、本土同様に仮装するケースが多くなっていることから、小規模な亀甲墓も見られるようになってきており、集合例に骨つぼが収められる程度の小さなものが設置されることも増えてきている。本土でも、移住先に墓所を設けた沖縄県出身者が小規模、もしくは一般的な破壊しサイズの小さな亀甲を混流した例がある。イエゴ展望が1999年、 国の重要文化財に指定されるなど、沖縄独自の墓様式として、伝統的な木工墓の歴史的、文化的価値が近年見直されている。旧暦の3月頃、生命の不死に行われる年中行事の一つで、18世紀に中国から伝わった。最初は、首里の氏族が中心に行ってきたが、その行事が農村部の庶民にまで広がった。前で親族が地を用意して、 その家のキッコーボの前で観覧しながら飲食を共にする習慣が残っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。